ジクトチャンネル始まりました。ケントでーす。高野でーす。なんと今タイのバンコクにあるヤンヒー国際総合病院にいます。高野がですね、性別適応手術を受けて今術後3日目はいなります。3日経ちましたね。おめでとう。はい、お疲れ様でした。ほんと嬉しいのことまでいっぱいですけど今はなんか術後頭が回らないことが多くて、なんかあれ今何考えてたんやっけっていうことが頻繁にある。もしかしたらちょっとまだ麻酔抜けてないのかなっていう。ちょっと今何言うたか覚えてないけど今回僕があのヤンヒー病院でした手術なんですけど、胸の乳腺摘出手術と、はい、子宮卵巣の摘出手術の上下同時手術を行いました。まあ、日本でもね、上下同時できるところもあるんだけど、できるところ少ないんだよね。そうですね。こうヤンヒー病院なんだけど、総合病院 で胸の手術に関しては美容整形の先生が手術するんですよ。で、子宮卵巣に関しては産婦人科のドクターが手術するんだけど、1回の全身麻酔で入れ替わるんですよね。タイでまあそれができるということで上下同時で手術しました。よくさ、上下同時だとさ、そのダメージどうなのかとか、どうだった。いやでも思ってたよりでしたね。みんなの声を先に聞いてかなり情報があった状態でのオペだったんで、うん、すんごい構えてたんですけど、うん、まあ、実際やってみたら、うん、まあ、翔さんがおっしゃってた通り術後すんごい寒いみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、痛みに関しては思ったよりだったなっていう感じでした。結構ケロッとしてたもんね。そうですね。昨日一昨日はずっと寝っぱなしみたいな感じだったんで、うん、体が回復しようとしてるのかなっていう感じだったんですけど、うん、痛みはどんな感じ。上の痛みと下の痛みと。上の痛みは正直もうほとんどなくて、下 の, あの、まあ、内部的な痛みというか、それこそ起き上がるときにちょっとお腹の筋肉つかるときにすごい痛かったりとか、もう鼻噛むのもあの鼻息でしか噛めないとか、お腹を使う動作っていうのがすごい痛かったんです。あ、腹筋とかインナーマッスルみたいな。笑う時も痛かったんですけど、やってるのちょっと笑えるようになって。ああ、じゃあもう日に回復してる。そうですね。毎日毎日回復を実感できてるなっていう印象があります。でも多分見てて元気な方だと思う。年齢もあるんだと思う。本人のその回復力もあると思うけど、年が若いからやっぱ免疫力とか高いんだろうね。はい、まず我々ってさ、自分と向き合わなきゃいけない、ぶつかるじゃない、はい、みんなと違う違和感みたいなので苦しいじゃない、はい、時期あるじゃない。ここに向き合って、でその後に周りにカミングアウトしたり、親をカミングアウトしていわゆる説得みたいな形になったり、なんかそういうのを経てお金を貯めて手術に来るっていう感じは、着実に進めてるなと思って偉いなと思うのよ。頑張ったねって思う。いや、そうですね。なんかお金を貯める期間が一番しんどかったなってすごい思って、まあ、両親にカミングアウトして最初は猛反対されて、で実家を出てから治療するならば好きにしてくれっていうことだったんで、うん、じゃあもうまずは家を出るためのお金を集めるためにアルバイトして、うん、でそこからじゃあ家出ましたっていうのも、一人暮らしを始めるのにすごいお金かかるじゃないですか、うん、でやっと生きていくためのお金が貯まったっていうので、やっとそこから治療に対する貯金を回せて、うん、やっぱオペってなるとすごい大きな金額ですし、うん、周りが車とか買ってるの見ると、いや自分もそのためにお金回したかったなって思います。あ、でもこう生きていくっていう決断をしたのであれば、腹くくってやらないとなっていうのはすごい感じたので、うん、まあ、でもすごい人生の転機にケントさんと見てよかったなって思います。そう言ってくれてすごい嬉しいよ、僕も思うよ。なんかすごい節目じゃん、大事な日にさ一緒にいるって、なんか一生忘れないもんね。ところがね、その親のさ、はい、反対の話聞いていい、はい、どういう感じの反対だったの。 LGBT なわけがない、わけがないっていうか、でも僕の言い方もすごい悪かったなって今は思うんですけど。なんて言ったの。チャーシバクゾチャーシバクゾはそんな言わないんですよ今は言わないですよでも、まあ、性同一性障害なんだっていう話をして、で治療をしたい、戸籍変更をしたい、うん、で、まあ、こういう風に性別を変えていきたいんだ、で今女の子と付き合ってるんだっていう話を、うん、もう一気にバーって多分言い過ぎたんですよね。あ、自分の生きていきたい道と、で親がきっと想像してた道と、まあ、反対の方向に行きたいっていうのをバーってつらつら言っちゃって、1日で1回で言ったんだ。そうです。ああ、きついね。そしたらね、で、まあ、両親もどういうことっていうのから始まって、初めて聞いたけど、そこ
こからいやでも治療ってそんな見た目変わっていくことやろっていうので弟が2人いるんですけど、うん、その弟たちに変な悪影響があったらどうするのとか、うん、それが原因で他の人からいじめされたらあんたが責任取れるのって話をされて、うん、まあ、確かに弟たちの責任は取れないし自分の人生で生きていくならそれはまあ家を出てるっていう両親の意見は、うん、妥当だなっていうふうにすごい感じて妥当かな難しいところですけど責任取れるのっていうところだけで見たら、うん、そこだけ切り取ったらそうかもね、はい、取れないっていうのは事実だし、ね、はい、そこはでも納得したんだ納得しました。ただ父にカミングアウトした時に、うん、花嫁姿見たかったなっていうのはすごい言われたんですけど、うん、まあ、それはきっと戸籍変更してもしてなくても叶えてあげれなかったんだろうなっていうところはあるんで、うん、まあ、今は自分の幸せな姿を見せてあげるのが一番なのかなっていうふうに思ってるんですけど、めちゃくちゃいいこと言ったしすごいいい考え方だと思う。今はどうなの、お父さんお母さんは連絡してるでしょ。しますしますね。母からもあのお守りもらうぐらい今は理解してくれて、うん、で頑張っておいでって言ってくれたので、うん、まあ、自分の今の幸せのあり方をすごい理解してくれたのかなっていうのは感じます。素敵。これから手術行く人たちもいると思うから、そのタイでの手術の流れじゃないけど、ちょっと説明をお願いします。はい。すごいざっくりな流れにはなるんですけど、日本の方でまず準備しないといけないのは、パスポートと、あと英文の性同一性障害の診断書っていうのと、あとは入院グッズとか、もろもろの準備を揃えるっていうのと、はいはいはい、あとはコロナのワクチンの接種証明書が今必要になってて、で、それを取得してまとめてっていうので、大体、僕はちょっと長めにとって 1,2 ヶ月ぐらいで準備したんですけど、準備をいいですね、だいぶ前もってこれもいるかなあれもいるかなっていうので集めて準備しました。はいはいはい、でそこからも出発して到着して1日目ちょっと出国時間が早かったので即入院って感じじゃなくて先にGP との事務所の方に泊まらせてもらって、で軽く生徒さんに体育観光連れて行って、はいはい、元気な時に、ね、元気な時に歩き回って、でそこからも次の日検査で丸一日で、そこから入院っていう感じで、またその次の日にオペみたいな感じだったんですけど、もう着いてからはすごいトントン拍子で早かったなって、トントントンで、なんか今ももうすごい早く感じてます。あ、本当？もうそんなに経つんやっていう感じで。ああ、じゃあよかったね。よかったです。すごいこうホームシックとかなっちゃう人もいるから、なんか10日間退院ってなかなかないんだ。そうですね。まだ観光で動ければいいんだけど、動けなくてその病室で全部で6泊の入院、はい、それがねちょっとしんどかったです。一人だといやー、なんか前だなとか思っちゃったりするかもしれないけどね、誰かその友達いたりとか同じ教育の人いたりとか付き添いがいるとだいぶ楽だよね。僕ちょうどオペの日が日本時間の午後3時だったんですけど、まあ、大体2時間ぐらい前に準備というかもう全部外してるとかコンタクトつけてない、ミサンつけてないみたいなそのチェックがあって、でなんかオペのために着替えて、で干潮みたいなのとかも準備して、あとはなんか赤いイソジンみたいな液で体を洗ったりみたいな、手術前の消毒あそうですバーッと洗って、で病室まで迎えに来てくれるんですよ、ストレッチャーで。バーッて来て、でここ乗ってみたいな感じで乗るんですけど、なんかそっからやっと手術かっていうので、前日とかさ当日の朝とかそんなに緊張しなかった？しなかったです。大丈夫って聞いたら、あ大丈夫ですみたいな全然ケロッとしてんなと思ったから乗った瞬間にバーッて実感が湧いてきて、あ本当緊張した起きました。でバーッと運ばれていって、本当すぐ手術室の前までケントさんが動画撮りながらついてきてくださったんで安心できたんですけど、じゃあ行ってきますって扉閉じて、タイのナースさんしかいない状況でタイ語がバーって聞こえてるのか、ポツンと待ってるのか、すごいわーまだかなまだかなっていうのでドキドキして、多分30分ぐらい待ったと思うんですけど、そこから本当手術室に移動して、着いてからもう5分も経たないぐらいに正気麻酔と点滴でも、でもさって記憶なくなって、はい記憶がない。起きたら終わってるって感じだから、はい、オペ中に起きちゃうとかオペ中にめちゃくちゃ痛いみたいなことはないから、そこはね安心してもらいたいんだけど、そのオペ行く前の麻酔がかかる前ってめちゃくちゃ怖いなって感じがある。いや怖かったですね、もうされるがままに手広げて手広げてって言われて、固定するところにガチャンってはめて、でそこからもう点滴入れるよみたいな、大
ケーオッケーみたいな言われて、あオッケーってジューってきて、あもうピュン、あ、よくが飛びました。それから入ってきたなっていう感じで、もうすぐ寝た。はい、いやお疲れ様でした。ありがとうございます。で、術後はさ、どうだったの？そのブルブル震えてたわけじゃん、寒くて。はい、すっごい寒くて、もう痛みより何より寒さというか、うん、でも、誰もナースさん、何も心配な素振りもないんで、多分これが普通なんだろうなと思って、うん、寒いって思ってたら、気がついたら電気も効いてくれてて、うん、で、だからじわじわって温まってきて、なんか下半身だけあったかいけど、上はもうめっちゃ寒いみたいな。うん、感じでも震えまくって、震えまくって、でもとりあえず耐えるしかないと思って踏ん張って、やっと落ち着いたって頃に部屋まで戻ってきてっていう感じで。なんかさ、名前呼ばれるじゃん、叩かれて。あ、思いました。叩かれてっていうか、なんか言い方悪いけどさ、なんかそのパチンパチンってなって、起きてあと、全部で6泊して退院したら、あのホテルに。はい、行きます。そこはもう自由時間だから毎日通院とかないんだけど、帰国の最終日に検査通院の最後にあって、はい、ドクターも OK もらってから帰国の通院があります。全部で、ね、トータルで10日間の滞在です。で、帰ったらどう戸籍変更。そうですね、もう帰ったら真っ先に戸籍変更用の診断書取りに行って、で戸籍変更だけバババッと、まあ、9月以内に納めねておいて、うん、もう戸籍変更しちゃおうかなっていうふうには考えてます。あのパートナーいるんですよね。はい、彼女は付き合い長いでしょ。そうですね、今7年、6年。戸籍変更して、はい、あれですか、結婚ですか。そうですね、考えてますね。結婚は早まっちゃいけないよ冗談ね、冗談です。僕がね、あのバツ2だから結婚に自信がないのは僕のせいなんで、あのそれは押し付けちゃいけないね。あれ結婚ですか。ですね、ちょっと考えてはいるんですけど、まだなんかその戸籍変更したいっていうのが強すぎて、うんうん、まあ、したら結婚なのかなっていう、こうちょっとまあ大まかな目標というか、でも話してはいるんでしょ。話してはいます。で、一緒に今住んでる。はい、じゃあまあそれはね、お互いの問題だからゆっくり決めていけばいいよ。まあ、早まっちゃいけないよ冗談で、冗談ということで、今回の出国から帰国までの密着動画が配信予定ですので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。で、概要欄にあのタカトのツイッター、僕のツイッターも含めて貼り付けておきますので、リアルタイムでタイ現地の様子を配信してますので、ちょっと遡ることになるんだけど、ぜひぜひ見ていただければと思います。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。頑張ってね。感動会みたいな。いやでも大事な日だよ、手術の節目だよね。